アレッサンドロ・デ・メディチ、通称イル・モーロは、1523年フィレンツェの選手、ペンネコー。コジモ・デ・メディチ以来、事実上フィレンツェを支配していたメディチ家の最後の当主、そして世襲となった最初のフィレンツェ公である。公式には、ロレンツォ1世で、メディチの孫ロレンツォ2世で、メディチの諸子とされているが、本当の父親は、スーキ教、ジュリオ・デ・メディチである。 彼が黒人との根血なのかは、はっきりしていない。ジュリオがメディチ家の黒人奴隷、シモネッタがコンレベッキオに生ませたとも、ローマ郊外の農民の娘に生ませたとも言う。いずれにしろ、その肌の色から、あだ名のイルモーロが付けられた。父が外交政策の転換からローマ略奪を招き、アレッサンドロもそれに乗じたフィレンツェ市民の反乱により、追放された。 しかし1530年、神聖ローマ皇帝カール5世がフィレンツェを制圧したことによりフィレンツェに復帰した。1532年、カール5世によりフィレンツェ公とされた。1536年1月18日、カール5世の初出の娘であるマルゲリータ・ダズブルゴと結婚したが子供はなかった。1537年1月5日夜、アレッサンドロは メディチ家の同族ロレンツィーノデ・メディチによって暗殺された。死後、フィレンツェ港には黒隊長ことジョバンニデ・メディチのココジモが後継者として選ばれた。マルゲリータはパルマ港を追ったアビオ・ファルネーゼと再婚した。ありがとうございます。